はしばし、はしばし、はしばし、はじばうは、日本の戦国大名、天下人の家系及びその名字、氏である。過疎は、はしば秀吉。織田信長の家臣であった秀吉は、はじめ名字は、木下を用いていた。もっとも、秀吉の子祖生は確かではなく、秀吉は名字を持たない無性の仮想民出身では、ないかという説も根強くある。 秀吉の妻となった、ネネの実家が、晩秋立野の,の木下氏ので出であったので、名字を持たなかった足軽の秀吉が結婚を機に、武士身分らしく、木下を名乗ったものであるとする。秀吉が歴史に姿を表すのは、信長が美濃の土豪を、坪内と貞に与えた、治療安土城の添え城、A68 年、1565年11月2日付に、 木下東吉郎秀吉と署名しているのが最初である。その後、秀吉は選考を重ねて、信長の有力武将として対等する。木下から橋場に改めたことを示す。最初の例は、元気四年、1573年7月20日付で、大山崎総中に、縄の教室を求めた書状であり、橋場東吉秀吉と署名している。信長後期では、 元気3年7月24日上に、大見一向一期総統の指揮官として、木下藤吉郎の名を記し、同年8月上では、虎御前山に建設された鳥での常番して、橋場藤吉郎の名が記されている。名字の変更について、竹中重門の豊か館には以下のようにある。豊か館はこれを、A66 年以前の記事として掲げているが、秀吉は、 A61 年4月16日付書状で、木下藤吉郎と署名していて、明らかに一時資料と矛盾する。橋場の由来をめぐって、徳富祖宝は、木下から橋場に変えた時期を、元気の末より、天正の初めと推定し、筑前神を称したのも、天正三四年とした。祖宝は、天正二年の書状を、橋場生の書室としているが、前日のように、 羽しの名字を用いるようになったのは元気4年以後とされる。庭と羽しから取ったかどうかについては、渡辺洋介は庭長秀の羽と柴田勝家の芝を組み合わせたものだとそのまま受け入れ、大和田哲夫も羽しの名の由来であるが、信長の重臣である柴田勝家の芝と庭長秀の輪を一字ずつもらい受け、羽しとしたことは言うまでもないと書いている。双方もおおむね、 豊か感を受け入れつつも、随分少子なことと言わねばならないと書き、信長の機嫌を取るための行為だったとして、霊長的に、秀吉は、信長学ぶの大博士だと評している。いずれにせよ、一時資料に基づかない推測が、一人歩きしている状態である。信長が本老寺の変で応死し,し、秀吉が代わって、天下人の座に着くと、秀吉の発給する文書はその地位の向上に伴って、 必然的に存在化、薄礼化し、あるいは法書に取って代わられ、自家上も単に、秀吉とのみ署名した者、顔をのみ署した者、印番のみをした者などで占められ、橋場明治の使用例は見られなくなる。天正十三年、1585年10月13日付の、伊達政宗の重臣、遠藤元信宛書上に、 橋場築前氏と署名したのが、秀吉が橋場名字を使用した最後の例である。ただし、単に使用されなくなっただけで、秀吉がさらに別の名字に改めたというわけではない。秀吉は、本生としてはじめたいらを用い、関白就任時には、藤原姓に改め、その後、新しい姓を創始して、豊臣の姓を用いたが、氏と姓の違いがあり、橋場に変えて、 豊臣にしたというわけではない。秀吉は近親者以外にも、橋場の名字を与えている。その最初の例は、天正十年、1582年10月の堀、秀政である。その後、九州、信長の遺族、織田家において、秀吉の同僚であった、大名、あるいは天下統一の家庭で新人させた国主クラスの、大臣大名などを中心に、 橋場苗名字の授与が行われている。低い身分のゆ上に、血縁、遅延に頼った秩序編成が難しい秀吉が、自らの名字を大名たちに授与し、疑似的な家を構成することで秩序を作ることを図ったものである。秀吉は、同様に近親者以外への豊臣阿村の姿勢の授与も行っているが、秀吉から神を与えられた武士には原則として、 全員に与えられる姿勢、豊臣家村とは違い、橋場名字は、秀吉の家族と認められたことを意味し、名乗ることを許された人々の範囲は、より狭く限定されていた。橋場の名字は、一定程度規制事実として定着し、秀吉の死後も、島津家久、細川忠興、池田てる正、福島正則など一部の大名が、その使用を続けている。しかし、 慶長20年、1615年5月、大阪の役で秀吉の後継者、豊臣秀頼が死亡し、橋場宗家が消滅したことにより、橋場の名字を用いる家系は姿を消した。一時戦は実施、天正15年、1587年4月9日、現在、九州出陣の際の陣立書、松下文書。天正20年、 1592年2月21日現在、第一次朝鮮出兵の際の陣竹書、毛利英文章。文禄4年、1595年7月20日現在、秀デ中殺後に、秀頼への忠誠を誓わせた、起承文、毛利英文章。上記のほか、二期論文は、下記の人々を挙げる。黒田論文では、さらに下記の人々を挙げている。 村川公平がまとめた、橋橋一覧表より、橋場名字歌詞を年代順に並べた。村川のリストからは、秀吉、秀頼の不死と信憑性の低い木下たかと池田長吉が除外されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。